こんにちは、田口壮です。ファンの皆さん、そして野球ファンの皆さん、今までたくさんの応援をありがとうございました。今から第二の人生を歩んでいきます。これからも皆さんの応援が必要です。ご指導も必要です。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。これより田口壮現役引退及びホリプロ所属記者会見を始めさせていただきます。皆さんこんにちは。まず最初に、本日は、暑い中、また、お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。まず最初に、ズバッと、皆さんにお伝えすることは、引退します。20年と、まあ、半分1年浪人したような形ですけどね。まあ、自分の中で、この辺が潮時かなと思いました。まあ、いろいろたくさん思いがありますけども、それを、語るとキリがないような気がします。ただ僕が伝えたいことは、今までやっぱり一緒に野球をやってきて、敵味方関係なくいろいろ僕を支えていただいた浦和さんでありますとか、チームの関係者の方々、それからいい時も悪い時も僕の肘をいっぱい書いてくださったマスコミの皆さん、それから敵味方関係なく、僕を常に楽しませてくれた応援団の皆さん、そしていつでも熱い声援を送ってくれたファンの皆さん、あと常に僕のそばにいてくれた、代理人もそうですし、僕の両親、そして家族に、感謝の気持ちを述べたいと思います。本当にありがとうございました。そしてこれから、現役というものを退いて、第二の人生に、スタートするわけですけども、
いろいろと考えまして、僕の、自分の一人の力では何もできないですし、そういった意味で、今まで通り野球のことの契約などに関してはオクタゴンに手伝っていただきます、支えていただきます。そして今回縁がありまして、より広く、野球に携わっていけるように、お力添えをいただけるということで、堀広さんの方にお世話になることになりました。今までずっと野球界という特殊な世界で、僕は守られてきたと思っています。そしてこれからまた新しい、一歩、社会人としての、一歩を、踏み出すと思っております。今までとは全く違う世界ですし、守られることもなくなると思います。その中で、また謙虚な姿勢で一から勉強してまいりたいと思います。そのためには、皆さんの、ご指導が必要だと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、これをもって引退の挨拶と、次へのステップの報告をさせていただきました。ありがとうございます。去年のオフの時点で、手術をした時にですね、僕の中では、7月の31日までには完全に治るだろうという、治すという意思のもとにスタートしました。でその中で、リハビリを続けてきたわけですけども、7月31日の時点で、オファーがなかったという事実もありまして、でその中で、自分が思っているほど、回復力がなくなっているなというのも感じたんですね。で、若い頃だったらとっくの昔治ってるのかなと思ったりもしたんですけども、そういう、ちょっとしたスケジュールのズレであるとか、手術自体は大成功だったんですけども、自分の注意力の問題ですよね。でそういうのもありましたし、この先どこかで、やるのかということを考えて、おそらく肩が治れば昨年とか一昨年よりは、肩は強くなってるはずなんです。僕の感覚では痛みがなく投げられるわけですから、体力的には大丈夫です。精神的にも大丈夫です。ただ自分の中で次のステップに進む時が来たなと思ってしまったんですよね。で今までやっぱり38ぐらいですかね、セントルイス・カージナルスから、リリースされて、その時点ぐらいからもうずっと引退ですか引退ですか引退ですかと、もう5年ぐらい言い続けられました。でその中で僕は一回もそういう気持ちを持ったことがなかったんですね。ところが、ここへ来て全く諦めてはなかったです。最後の最後で7月31日が終わるまで、全く
諦めてはなかったですし、やる気は満々だったんですよ。ただ、まあ、時間がこう考える時間がすごくたくさんあって、その中で自分が次何をやりたいんだとか、最終的な目標をどこに設定するんだとか、そういうことを考えているうちに、ああこういうことを考え出したらそろそろ潮時だなと思ったのが、でも一番大きな原因ですね。で、僕にとって野球とは何なのかと言われると、おそらくこれからずっと先も野球と関わっていくと思います。人生の全てだと思いますし、まあ、僕にとっては一つのフィルターみたいな感じなもので、その野球を通して全部こう、なんて言うんでしょう、いいことも悪いことも、学んでいけるし、野球があるからこそこう自分が大きくなっていける、そんな存在だと思います。執筆活動に関してはどうかわからないです。まあ、依頼をいただければ考え、前向きに考えようと思っています。ブログに関しては、引退を表明というか区切りをつけないといけないですねということで、7月31日に書いて、それ以降に、更新してないのは、のんきなメールはブログは書けないなと、そういうことで、ストップしておりました。おそらくこれからも、不定期だと思います。毎日になると、ネタ探しにちょっと大変なので、不定期だとは思いますけども、更新していくとは思います。期待されているのであればそうしたいです。はい、一番のと言われるとすごく辛いですね。どうしてもやっぱり僕の中では、95年96年の、阪神淡路大震災の後っていうのは未だに、鮮明に残ってます。野球のこともそうですし、街がぐちゃぐちゃになったのも未だに全く鮮明に覚えてるん で、そういう中でプレーをしたっていうことはもうすごく特別なことですね。でもう一つはやっぱり2006年に、世界一になった、初めて世界一になってリングをもらったっていう、そのことに関しては純粋に今でも勝った瞬間っていうのはもう僕の頭の中に、映画のワンシーンのように綺麗に残ってます。はい、こればっかりはタイミングだと思うんですね。ですから僕の中で、いつどうだというものではないと思います。野球に携わっていく中でそれも、一つあると思いますし、それがじゃあいつなのかと言われると僕も、ちょっとわからないですし、全ては、まあ、タイミングだと思いますね。今後に関しては何ができるかということを僕にもまだいまいち見えてない部分がありますので、それをホリプロさんに、バックアップいただいて、いろんなものを探っていって、いろんなそのレベルの野球に携わっていけたらいいなと思っています。
引退自体はもう僕の中では7月31日の時点で、どこのチームにも所属できなければやめようと、それが引退へ行く流れだろうと、もともと僕はその、流れに乗るっていうのが、大好きではないですけど、流れに従うっていうタイプなの で、そういう中で、優柔不断なのも手伝いまして、勝手に、自分の中でそこに、ラインを引きました。家族には、正直、ちゃんとは伝えてなかったです。7月30日を31日をもって、どこの球団にも所属してなければ、引退するっていうふうに家族には宣言してませんでした。なんとなく伝え、それは多分僕の中でもまだ決めきれてなかったとは思うんですね。で、そのおそらく31日だったかな、8月1日入ってからだったかな、自分の嫁には、さらっとやめるわって言ったと思うんです。でもあまりにもちょっとさらっと言い過ぎたんで、ちょっと申し訳なかったかなと心の準備も何もできてないような状態で、そういうことを言ってしまったんで申し訳なかったかなと思ってます。妙齢の女性に関してですけども、無理です僕は大阪のおばちゃんでいいです。はい、関西のおばちゃんがついていてくれれば、はい、それが一番強い味方だと思います。はい、本当にファンの方には僕支えられたと思ってます。球場でもそうですし、ブログを通してでもそうですし、すごい数 のメールをいただいて、それを一応全部チェックして、読みながらいつも感動してました。で、球場でもやっぱり声をかけていただくと、頑張らないといけないなと思うし、でそういった意味ではちゃんとこう、なんて言うんでしょう、リハビリしている期間もいろいろお伝えしないといけないかったんでしょうけど、なかなかその苦しいといえば苦しい状況ですよね。で、そういう中で、なかなかこう、なんて言うんでしょう、ブログのネタが見つからず、報告もできず、そんな状況が続いてしまったんで、すごくファンの皆さんには申し訳ないなと、もうちょっとこう見てくれてる方にはきっちり報告をしたりとか、そういうことをするべきだったなと思ってます。でも本当に今まで、20年間と、1年近くの浪人を支えてくれたのは、ファンの方々だと思ってます。ですから本当に、感謝の気持ちにいっぱいですし、これからもどういう形になるかわからないですけども、応援していただいて、ファンの方たちにもねご指導をいただいて、こう人間としてね、さらに一皮も二皮も向けていけたらいいなと思ってますんで、ありがとうございましたと、これからもよろしくお願いしますということです。はい、ありがとうございます。いっぱいありますね同期入団ですから、もともと僕が大卒で彼高卒で入ってきて、一番の思い出というのは2人でよく、僕が車持ってたもんですから、休みの日なんかに2人でよく、餃子食べてカツ丼食べてっていうオフの日を過ごしてて、餃子食べながら野球の話をしたりとか、そういうことをしてたのをすごく覚えてますね。プレイヤーとしてはね、もう申し分ないですし、言うことも僕から言うことも何もないですから、
まあまあ彼となんかは本当に、ずっと一緒に野球をやってきて、一時期1番2番を打ってて、どっちも早打ちなんですよね。もう1球目からガンガン行くタイプで、1番一郎2番田口とかになると2球で2アウトとかそんなこともあって先輩によく怒られました。お前野球知ってるのかってよく言われましたけど、まあ、僕ら2人で3番バッターが何とかしてくださいと言ったりもしてました。でそういう思い出もあります。すごくやっぱりやりやすい、野球をしやすい選手ですし、もうあの頃からそうでしたけど、別にこう2人で守ったりしてても、まあ、言葉もなく目が合えば大体何を考えてるか分かるという選手でしたね。はい、でもまあ思い出はもういっぱいあります。モチベーションはでも基本的には僕は野球が好きだったと、いうことと、そうですね、野球が好きだった、それから、まあ、負けたくないという気持ちが強かった、それと、まあ、まだまだ成長できるんじゃないかなっていう思いがこう衰えなかったですね。そういうやっぱり成長できなくなったりしたら止まると思うんですけども、僕の中でこの年になるまで伸びしろというか、いろんな角度から野球が見られるようになって、そういう中でまだ学ぶものがあるんじゃないか、もっと違うことがあるんじゃないかという興味が尽きなかったですよね。ですからそういう意味で20年間ずっとやってこれたし、最後1年浪人してもこの中から何か見つかるんじゃないかなっていう思いがあったんで、そういう意味ではその期限までは諦めることなく動けたと思います。それではこの辺りで質疑応答を終了させていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。